ベレンガリア・オブ・ナバールは、イングランド王・リチャード1世の王妃。ナバラ王・三女六6世とカスティーリア王・アルフォンソ7世の、王女・サンチャの長女で三女七7世の妹、シャンパー・ニュハクティボー3世・ヒブランカの姉。1191年3月、第3回十字軍に参加していた、リチャード1世は滞在していたシチリア島、メッシーノで、 長年の婚約者であったフランス王フィリップ2世のアネアデルとの婚約を破棄し、ナバラ王女ベレンガリアとの婚約を発表した。イングランド王リチャード1世は当時、ナバラに隣接するアキテーヌ公も兼ねていた。ベレンガリアの父サンチョ6世は、1172年にフランスのリモージュを訪問した際、リチャード1世の母、アリエノール・ダキテーヌのポワティエの宮廷で艦隊を受けたことがあり、 交流があった。リチャード一世とベレンガリアの慣れ染めについては、リチャード一世が即位する以前に、ポアティ博であった頃、パンプローナで開催されたベレンガリアの兄三女七世主催の、馬上槍試合で彼女を見染め、後に、死も送っていたという話がある。まさに十字軍に身を当人とする状態のリチャード一世で、あったが、アリエノールが自ら、ナバラに赴き、 ベレンガリアを伴って、リチャードを一世を追った。一行は、シチリアをタンクレーディの妨害にあったが、1191年4月に、シチリアに到着。ここで、リチャード一世と前、シチリア王グリエルも二世の王妃であった、リチャード一世の妹ジョーンと合流した。アリエノールは、アンジュ帝国に帰り、ベレンガリアの身はジョーンに託された。ロマンチストでもあった、リチャード一世は、 聖地エルサレムでの挙式を希望し、一行は十字軍と共に聖地に向かうべくメッシーナを出港した。しかし出港から二日すると艦隊はひどい嵐に見舞われ、ジョーンとベレンガリアの乗船する船は損傷し、近くのキプロス島へ漂着した。キプロスでは、大主イサキオスコムネノスに、ジョーンとモドモ、リチャード一世の軍資金もろとも捕獲されるが、 キプロスに上陸したリチャード一世が軍を率いてキプロスを征服、イサキオスを攻め捕らえたおかげで解放された。キプロスを占領したリチャード一世は5月12日、キプロスのリマソルでベレンガリアと結婚、アッコへジョーンとベレンガリアらを連れて出港した。またリチャード一世は結婚にあたりナバラにバスナバールを活用した。その後ベレンガリアは 夫の転戦に伴い義枚ジョーンと共に、アッコ、シチリア、ローマ、ピサ、ジェノバ、マルセイユ、ポワトゥと移り、夫の遊兵中は、ポワトゥにいた。1199年の夫の戦勝死後、ナバラには戻らず再婚もせず、ポワティエからルマンに移ったが、リチャード一世の後を継いだ議定のジョン王は、当初ベレンガリアに、家父年金を送ってこず、教皇や司教たちが仲立ちをした。 しかし以降も送金は途絶えがちであり、ジョンの息子のヘンリー三世の時代になると、ベレンガリアは妹のブランカのもとに身を寄せ生活した。その後、やっと送られてきた年金をもとに、死闘会の修道院を建て、1230年に亡くなるまで、信仰生活に没頭した。趣味の良い貴婦人、賢くて優しく、徳があって美しいと遠征隊に付き従ってきた。 年代記作家から称賛されたが、そこが悪いリチャード一世を落ち着かせることができず、結婚しても酒と断食に溺れる日々を送ったリチャード一世との間に子はできなかった。また、イングランド王妃であったにもかかわらず、シュートメ・アリエノールが事実上の王妃としてリチャード一世の傍らにいたため、解放された夫が観光した1194年の2度目の戴冠式では欠席。 夫の死後もアリエノールがイングランドに、因ンたる力を持っていたため、ベレンガリアはイングランドでの立場はなく、イングランドの土を踏むことはなかった。ABC 森、P70。ABCEC、P120、P123。ペルヌー、P189。キリュウ、P228、P230。ペルヌー、P132、P134。キリュウ、 P 二百三十、P 二百三十一、バード、P 六十七、P 六十八、石井、P 百二十三、P 百二十四、ペルヌー、P 百三十六、P 百四十二、森、P 七十一、桐生、P 二百四十一、P 二百四十九、石井、P 百二十四、P 百二十五、ペルヌー、P 二百五十四、石井、P 百二十七、P 百二十九、ペルヌー。 P266、石、P124、P126、P129、ペルヌー、P133,P241,P267、ありがとうございます。